小生トゥチャ族ミャオ族自治州は中華人民共和国湖南小西部に位置する自治州。トゥチャ族及びミャオ族の集中地であり、トゥチャ族、ミャオ族など少数民族が総人口の72.9%を占める。東北は湖南省カルガン海市総食県、英帝区、東南和小内部ところ菓子料県、達経県。 朝日宮尾族自治県と接し、西南は紀州省道人地区、松桃宮尾族自治県、西は、重慶市健康開発区集山トゥ茶族宮尾族自治県、西北は、湖北省温瀬、トゥ茶族宮尾族自治州来、大鳥県、仙音県と接する。気候は雨耐性である。長江の支流で、道帝湖へ注ぐ原稿が流れている。武陵山脈の後地にあり、 旧石器時代や新石器時代の殻の分解石も160箇所を超える自治州でも最古の居住者であるトゥチャ族及びミアオ族の文化を現在でも有している。地質的には、ヨース港大地を形成した形石やテクトニックな地質形成の地層を持つ前縁盆地があり、カンブリア機の記録が見られる重要地として、小生地質公園は2020年にユネスコ世界、 ジオパークに認定された。紅石林、徳、大峡谷、座流峡や多くの滝が見られる。秋尾には英順、保安市周線石が設置された土地支配地域であったが、寝台に英順府などが置かれて、直接支配地となった。中華人民共和国成立後、1952年8月1日、重権をもって、小西宮を属自治区が成立した。 主婦は、犬井条件。1955年4月28日、小生宮尾俗自治州と改名し、1957年9月20日、小生ト茶チャ族宮尾俗自治州と改称した。1研究、4、7件を管轄下に置く。 小生行政区永住院選区小生宮ャ族自治区、小生宮ャ族自治州小生トゥチャ族宮ャ族自治州、ユネスコ、ユネスコデジグネーツ15ニュージオポクスインアジア、ヨーロッパ、アンドラテンアメリカ。ユネスコ、2021年7月4日閲覧。ありがとうございます。